小金井新聞の金融雑感に寄稿。11月のテーマは政治と株価です。首相の在任期間と株価の傾向や、選挙は買いと言われる衆院選挙と株価の傾向などを記載しました。小金井産業応援祭りに伺いました。久しぶりのイベントで多くの人で盛り上がりました。ポテトさんを講師とするネット研修会に参加しました。ウィズコロナ時代、政治や選挙の情報発信の方法としてもネット対応は重要度が増しています。感染症対策を行いつつ、大沢神社の新嘗祭に参加しました。五穀豊穣に心より感謝です。産後の体調を少しずつ戻そうと、小金井公園のラジオ体操に不定期で参加しています。朝の空気はとても気持ちが良いです。小金井公園江戸東京建物園のライトアップに伺いました。紅葉と建物が美しくライトアップされ、とても幻想的な雰囲気でした。小金井市内のさまざまな場所で演説活動を行っています。見かけましたらお気軽にお声掛けください。また活動をお手伝いくださるボランティアさんを常時募集しています。学生さんも大歓迎です。